ご視聴ありがとうございます。トロピオ塚です。というわけで、エルドレインの森ね、全カードが公開されたので、注目カードトップ10、毎回これのやつやっていきましょう。今回のエルドレインの森なんですが、セット全体の印象としては、ジョーの下くらいかなというイメージですね。うん、まあさね、過去のセットで言うと、カルドハイムくらいかなという感じですね。まあ前回のエルドレインの王権が食物で暴れまくったことから、まあ、今回は食物シナジーは暴れ回る感じのカードがね、ほとんどなさそうな感じです。残念。しかし、出来事メカニズムはね、汎用性は下がったものの面白いカードが揃っているし、あとは新メカニズムの巨額、これはね、かなり強そうだというふうに感じました。というわけで、早速、エルドレインの森、注目カードトップ10、第10位から発表していきたいと思います。第10位は、塔の天下です。こちらですね、マグマのしぶきを完全に過去にしたインスタント火力。赤の1番のインスタントで旧約を持っており、クレイジャークフレンズウォーカーに2点ダメージを与えて、旧約されていたら代わりに3点ダメージを与えて戦術維持を行うと。さらにこのターン、塔の天下からダメージを受けたパーマネントが死亡するなら代わりにそれを追放するということで、こちらね、もう新スタント対戦取ったんですよね。で、それで使ってみた感じ、旧約のコスト支払いは相当簡単でですね、余っている地トークや宝物、除去の対象になったエンチャントクリーチャーもコストにできます。3点火力になるのも嬉しいし、戦術のおまけ付きということで、耐久はね、死亡誘発とか墓地から何度もね、帰ってくるようなうざいカードが多いので、それらを追放してくれるのも嬉しいですよね。まあ、例えばね、しつこい負け犬とか。しかも追放能力は強弱コストはいりません。あまりにもね、万能除去なんで、今後ねよく見るカードになりそうですね。続いて第9位。第9位は、銀子のボディーガード。たまにに瞬速で、出た時に、キツネでもこれでもないクリーチャー最大1体対象として、こいつが戦場を離れるまでそれを追放すると。さらに2枚でこいつを生贄下げると2点ライフゲインということで、まあ、インスタントタイミングでクリーチャーを除去しつつ戦力にもなります。やっぱり比較対象は粗暴な聖戦士かなと。ダブルシンボルで多色で使いづらくなったっていうところはあるんですが、それでもね、インスタントで奇襲できるのは、相手からすればかなりやりづらくなります。白いデッキが3枚当たっていたら、必ずね、頭にちらついてしまうでしょう。瞬速がついた他のメリットとしては、自分の大事なクリーチャーを一旦守ることができるというところ。全体除去を打たれた時に、より守りたいカードを追放しておくことで、ボディーガードが身代わりになり、また場に戻ってこれます。またですね、ボディーガードで相手のクリーチャー追放した時に、相手がね、全体除去を打った場合、この時に2万のね、自分の、ボディーガードを生贄下げる能力を使えば、相手のクリーチャーも戻ってきて、全体除去に巻き込むことができるんで、そういったテクニカルな動き方もできますね。ただね、白のこういうカードって、なんかもう、ありふれた感じで、目新しさはないなと思ってしまいます。強いのは間違いないんだが、てんてんてんみたいな感じですね。まあ、とはいえ、白のアグロデッキ握るなら、ぜひ4枚揃えておきたいカードです。続いて第8位。第8位は、眠らずの戦闘です。今回のセットで各対抗色にあるミシュラランド、その中でも一番使いやすそうだなと思ったのが、青若の眠らずの戦闘でした。起動がわずか2マーで、攻撃時に先制攻撃があるので、大きなサイズのクリーチャーにも火力と合わせて倒しやすいですし、何より青若という組み合わせは強くて人気ですよね。最近のスタンダードは結構展開が早いので、起動コストが軽いことでクリーチャー化プラス呪文っていうね、動きを取りやすいのはかなり魅力的かなと思いました。ミシュラランドの中では、時点で眠らずの小屋、黒緑ですね。で、その次が赤白の眠らずの奴隷っていう順で強いかなと思います。黒緑は青黒や黒赤に比べるとリソースが確保しにくかった色なんですが、ミシュラがね、実質クリーチャー1枚分になりますし、サイズも44で申し分なしと。で、赤白は他のクリーチャーも用意しやすい色で、プラス1カウンターで強化する動きがしやすくて、攻撃を継続するために重要なカードになっていきそうです。ただね、攻めデッキは最近ね、除去の質が高いので、たっぷりのテンポゾーンがかなり痛いなっていうイメージがありますね。続いて第7位。第7位は、コケモリの戦慄騎士。2マナ3にトランプルなのに出来事がついているというのは、もう凄すぎますね。除去されても出来事を経由して帰ってくる、まさにしつこい負け犬の、なんか、亜種みたいな感じ。しかもトランプルがついているので、適当な11トークンで時間を稼げられることもなく、またターン終了時にいなくなることもないので、無限ブロッカーとして使えるのがかなり優秀。ただね、スタンダードの除去は結構ね、追放除去が増えてるんですよね。太陽効果とか国別といった、全体除去の他にも、新しい火力の塔の点火でも追放されて対処されちゃう。まあ、追放カードが増えたからこそこういうカードが作れたのかなっていう風にも感じるんですけども、ですが逆に言うとですね、破壊が基本の黒には強いカードですよね。ただし墓地の侵入者を出されると泣いちゃいます。続いて第6位。第6位は、キイチゴの使い魔。出来事持ちの2マーのマナクリ。しかも手札に戻れる効果付きです。で、出来事は、初めての使い。まあ、7マーとね、結構重いんですけども、まあ、7枚切削して、クリーチャー、エンチャント、土地のいずれかを踏み倒しできます。序盤はね、マナ加速。後半は出来事でフィニッシャーを探しに行ける無駄のない性能ということで。なんかね、1マーのマナクリは、もうスタンでは絶対作らんけど、2マーなら、多少モリモリにしてもええやろというね、意思を感じるデザインになっています。まあ、ランプデッキだったらね、偉大なる統一者、アトラクサとか。
原初の征服者エタリといったカードを探せます。で、出来事カードの中にもですね、神話のエンチャントサイクルが存在するので、それらを踏み倒すのはかなり強そうですね。まあ、そういった神話のエンチャントサイクルの中だったら、黒の執念の特目と相性が抜群です。7枚切削するんで、切削した残りのカードを執念の特目でリアニメートできるようになります。このカードは出来事を中心にして押したデッキとか、またはビッグマナ系などなど、いろいろなところでね、活躍の場面がありそうなカードです。はい、続いて第5位。第5位は駆け抜け光の祝福。2枚のエンチャントでひねくれ者の役割を渡しつつ、オーラがついているクリーチャーがいれば追加ワンドローをもたらしてくれます。まずね、2マナっていう軽さが偉すぎますね。1番のクリーチャーはすぐに 2,3 マナ駅の中サイズクリーチャーの前にもじもじしてしまいがちなんですが、それらをね、強化して突破力を与えてくれます。これ総意の即走とかフェニックスのヒナをでかくした姿を想像してみてくださいっていう話ですよね。さらに役割をつけたクリーチャーが生き残れば追加ドロー。これはね、本当に駆け抜け子の祝福単体で完結した能力なんですけれども、これ1種類だけだと心もとないので、できれば他の役割をつけるカードだったりとか、アドソンしないオーラと組み合わせたいところ。このカードと抜群の相性を誇るのが1マナでデミニット乗る悪意ある地層術師。なんと1マナ11から43に変貌します。あとは既存カードなら無鉄砲とかもね、いい組み合わせかもしれません。続いて第4位。第4位はアガサの魂の大駒。はい、コンボ大好きおじさんの出番ですよっていうね、感じの顔ですが、効果長々と書いてありますが、大きく分けると3つになります。1つはクリーチャーの起動型能力の色マナが何でも OK になる効果。2つ目がプラス1カウンターが置かれているクリーチャーは、この顔で追放したクリーチャーの全ての起動型能力を持つっていう効果で、3つ目がタップしてクリーチャーカードを墓地から1枚追放して自分のクリーチャー1体にプラス1カウンターを置くという効果。特に2つ目の追放したクリーチャーの起動効果を付与するっていうところに悪さを感じますね。すでに無限コンボが発見されていて、パワー分のマナを生み出せるささやかれる希望の神と、2マナでアンタップできる能力を持つ新カードの眠り呪いのフェアリーの能力を付与することで無限マナになります。無限マナを使う先を用意しなければいけないんですが、この2枚のクリーチャーは大釜で墓地から追放すればいいので、場にある必要はありません。直接的なコンボに関連しなくても、似姿のモノアサリのように墓地のカードのコピーになるようなカード、いい新カードがね、登場していて、かなり面白そうなデッキが作れそうです。墓地を肥やすカードとしてアーボーグのラゴフとか、新カードの非常なソモノフォアジュを使えば別軸のアタッカーも用意できて、めちゃくちゃいいかもしれません。続いて第3位。第3位は鏡に願いを。もうね、登場時からね、散々話題になってるんですが、触れないわけにはいきません。普通に使えば弱い魔性の強持者なんですが、凶悪コストを払えばサーチしたカードをそのまま唱えることができちゃうというカード。ただし4マナ以下限定です。典型的な活用方法は、税血の収穫者などの地トークンコストに黙示録、ショルドレッドや笑わずのソリンといった強力なカードを呼び出したり、兄弟仲の終焉などメタカードをサーチしてくるというのが考えられます。過去にね、フローレスブラックっていうね、サーチカードから様々な状況に合わせて1枚出しのカードを持ってくるコントロールデッキが活躍しましたが、その戦術にぴったりの1枚です。また凶悪コストを払った時にはマナコストを払わず唱えられるんで、出来事呪文をインチキして使うことができます。例えば2マナのキイチゴの使い魔をサーチしてきて、唱える時には7マナの初めてのお使いの方を使うといったことができちゃうんです。下環境で言えばマナコストを持たない待機呪文やモードを持つ両面カードも踏み倒し可能ということで、もうすごすぎる。もちろんね、スタンダードのカードプールだと、まあね、とんでもないカードってをね、制限されるんですが、まあね、このカード、試さずにはいられない。続いて第2位。第2位は、擬態する陥落者ゴドリック。通常時は3マナ33速攻。そして祝祭を達成していると44飛行になり、すべてのドラゴンが赤マナを払うことでパワーが上がる、いわゆる被覆能力を持っています。問題はどれくらい祝祭できるかっていうところなんですが、これもね、新スタン対戦の動画で使ってみたんですけど、かなりね、簡単に祝祭が達成できました。1ターン目に熊野と角火山の退治を出して、3ターン目に裏返ってからゴドリックを出すだけで祝祭達成。いきなり44飛行と22で攻撃できます。今回の役割トークンを出すカードとも相性が良く、ドローエンチャントの駆け抜け光の祝福や悪意ある呪詛術師ともいいシナジーがあるので、赤黒のアグロデッキはね、かなり強そうな感じがします。他にも既存カードで言えば、税血の収穫者もぜひ一緒に使いたい1枚。またですね、この能力が嬉しいのは誘発型能力ではないところ。2つ出た瞬間に44に変わるので、何か出した後にゴドリックを出せば、そのターン中は3点火力で焼かれる心配はありません。また後続の4マナ駅では新カードの大敗的なドラゴンとも相性がいいですね。大敗的なドラゴンの召喚酔いが解けた状態でゴドリックを出し、一緒に攻撃すれば大敗的なドラゴンから宝物が生まれて祝祭を達成します。しかもその宝物からね、赤マナ出してドラゴンに復帰能力与えるってことで、もうね、本当に相性がいいね一枚ですよね。まあこのゴドリック伝説のクリーチャーであるっていうことがね、重ねて引いた時懸念点があるんですけども、突破力は申し分なしの一枚です。
そしてエルドレインの森注目カード第1位は慈愛の王タリオンです。4マナ34飛行で出る際に数字を選び、その数のマナ総量パワータフネスのイルデカが該当する呪文を相手が唱えたら2点ライフを失わせワンドローできるというもの。おいおい、タリオンが注目カード1位だって。4マナには目視録シオルドレッドとかライバルがいるし、ドロー能力も相手依存すぎないか、大丈夫と思っているそこのあなた、まあ俺の話を聞いてくださいよ。カードゲームっていうのはね、相手が嫌がることをしてなんぼということで、このカードがあったらね、宣言した数字のカード唱えたくないですよね。しかもこいつを除去するとしたら何が使われるのか、まあね、今のスタンダードだったらおそらくはのど首狙いとかそういったねカードになるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、実際ねマジックのゲーム中最も使われるマナコストっていうのは2マナでね、タリオンを出した時に宣言するのもね、まあ大体2になるんじゃないかなって思います。2マナので除去が相手打ってきたらもうワンドローできるし、そこからねカウンターを引き当てようものならもう脳汁ジョバババ、相手の顔面はストレスで爆発して算します。しかもフェアリーの恩恵を生かして出す前に自我の流出で手札を見てから数を宣言するっていう使い方もできます。そしてサイズも3、4飛行とね申し分なし、慈愛の王とか言ってるけどね、もうかなり無慈悲です。新スタン対戦でも試してかなりねドローする機会があったので、マジで気持ちいいしニヤニヤできるカードだと思います。もちろんね負けている盤面では全然強くないだろうという意見もありますし、相手にフェアリーの黒幕とかシェオルとかいたら辛いよねとかそういった意見もあると思います。そういったねマジレスも真摯に受け止め今後に生かしておきたいと思います。でもねこういうね今の環境だったら通用しないんじゃないのみたいなカードが使ってみたら実はめちゃめちゃ強いわっていうね、マジックの歴史上往々にしてあります。またねタリオンの、ね、効果自体もあまり、ね、見慣れてない人が多いと思うんで評価しづらいっていうところもあると思うんですよね。だがトロピー大塚は1位に選びたい、なぜならマジで注目しているから。というわけでよろしくお願いします。はい、というわけで今回はエルドレインの森注目カードトップ10やっていきました。まあ、パワー自体ね、カード全体のパワー自体は前回のエルドレインの王権ほどではないかなと思うんですけども、まあ、マジでワクワクするカードが多いっていうのがエルドレインの森の総評です。あとね、毎回言ってるんですが、一人の意見を鵜呑みにするんじゃなくて、いろいろな人の評価を参考にして、自分なりのカード評価を作っていくっていうのがね、新セットを楽しむために重要なことなんじゃないかなと思いますんで、ぜひね、自分でもいろいろ考えてみてください。またね、ハレリアではですね、エルドレインの森の、ボックス役を行っております。ぜひ今回ねボックス買いたいと思っている方はハレリアで予約よろしくお願いします。そしてコメントの方ね、自分はこのカード注目しているぜっていうのがありましたらよろしくお願いします。というわけで今回の動画は以上になります。面白かったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。というわけでトロピー大塚でした。また次回。今日の負けはこちら。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネルの登録そして高評価よろしくお願いいたします。またマジックのカードをご購入の際は概要欄のリンクからハレリアをぜひご利用ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。